新潟競馬第3競走3歳クーパー限定の勝利戦です。ダークホース1800円。あ、そっからですか。出走は15走半分前の男性中段には9番ハリー・ポンテ、その外に12番ロナービード、各は1コーナーをカーブしていきます。先頭は1番バカラフローリー、リードは半端式4番のクリーン・オブ・シバン、2番手セミナーコーチが2コーナーをカーブ、あとは1馬身に反されまして、その14番ジョニー・ポンテ、1が3番ロックラフト向こう上面、2馬身差プロテクション、1が3番ミルノワール、あとは3馬身差10番のマリアフィオレが追走しまして、そこは10番コージングシの体制です。中段に控えています10番ロナーリード、アンバー審査内7番マクルダンス追走しまして、そこから1人が来ました8番モンサンガールキレを両方放っていきます。両方からは5番のルームでの球が行って、そこは1番のスリーとレイヤーに出た3コーナー、あとはつなぐ西ワイトの最高峰9番ハリーポンテンで3コーナーをカーブします。先頭は8番のモンサンガールキレを担っています。Thank you.